僕はですね、ぴょこたんっていう名前でですね、こういった漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。僕は亀っち TV に出てですね、亀っちがまたね、全然知らない変な人にね、アホ扱いを受けてるツイートが回ってきちゃいまして、また垂れ込みがこうやってね、ネット上で僕にこう、なんかをけしかけることで、っていうやつがいるんだよ、少なからず。それも教えてあげるよ、特別に。いや、これ結構 RT いっぱいされてるね、ツイートなんだけど、おっぱいっていう人のツイートなのね。おっぱいっていうのは名前からしてどうかと思うんだけど、おっぱいっていう人のツイートで1万 RT とか2万いいねとかされてるツイートだったのね。で、じゃあそのまま読むね。めちゃ売れてる人気漫画家が動画でインタビューを受けてたんだけど、司会が〇〇さん、社会人経験ないよねとか言っててびっくりした。漫画家は社会人じゃないという認識がアホすぎて、めちゃくちゃ税金払ってる漫画家なのに、社会人から除外されてて、マジで驚いたよ。はい。こういうね、まあ、ツイートが、これがすごいいいねとか押されてんの。それで、それに対するリプライとかを見てたら、その司会者ほんとひでえなって言ってて。で、その中に、その僕に、もしかしてこれってあの時のカメチ TV のこと言ってませんかって言わ、いや、いう垂れ込み情報が入りまして、確かにカメチ TV 見直してみたの。したら、まあ僕みたいなね、有名な漫画家で税金いっぱい払ってるじゃん。こんな立派な社会人に対してカメッチが、でも、社会人経験ってないの？って聞いて、いや、僕はないです、ないですって言ってんの。そうそう。僕は無名だけど、押切さんは確かに、あれ有名じゃん。押切蓮介といえばハイスコアガールとかでね。うん。で、ないですって言って、僕たち社会不適合者なんだよねとか押切さんも言ってて、その場ではその社会人っていう言葉がさ、普通にまあある程度サラリーマンに近いニュアンスで使われてるってことは誰もが分かっていて、誰にも不快感を与えてないんだよ。だけどこうやって何それをその一部分だけ、しかもその後亀地普通にその社会人経験はあるのって言って、いや、ないです、ないですって言ったら、例えば会社勤めの経験とかじゃないんだって、ちゃんとその一応ある程度言い直したりとか、誰もが分かる状態にしてんのに、それに対して言葉尻をね、取ってね、さもなんか、打ち取ったりみたいな感じで、漫画家は社会人じゃないという認識がアホすぎてって言ってさ、亀地に対してアホって言ってんだよ、この人は。だから、それを知って、これもしかして亀地 TV なのかなと思ってね。で、僕はその人に対して、これもしかして亀地 TV のこと言ってるんだとしたら、どうなんですかっていうふうにね。なんだろうね。その言葉の言い間違いとか、細かいニュアンスにとってつっついて、そうやって言うのって、そもそも僕はあんまり嫌だからね。誰だって言い間違いはあるし、なんかその、やっぱり細かいニュアンスですごく気をつけなきゃいけないことがさ、多すぎる世の中ってあるじゃん。なんか頑張ってくださいって言っても、中には嫌がる人がいるから、言えなくなったりとかっていうのもあるよね。なんか、頑張ってって言われたら、私は、ちょっとツンとしたさ、女優とかもよく言ってんだけどさ、私は精一杯頑張ってるから、あなたよりもよっぽど頑張ってるのに、頑張ってって言われたらムカつくわとか言う人いるじゃん。何が別にいいじゃん。その人はそんな、見下して頑張ってって絶対言ってないでしょ。その人がどういう意味で声をかけたかという、頑張ってて言葉のチョイスがもしかしてその女優に対して気に食わなかったのかもしれないけど、でも別に本当に応援したくて言ってるだけなんだから、その応援の気持ちを汲んであげてよって思うよね。なんかね、いちいちそういうのあるよね。奥さんって、例えば、うちの奥さんですって誰かが言ってたりすると、それに対しても嫌がる人がいるんだよね。なんか、モラリストみたいなやつが出てきて、男女差別だと、なんか、女の人は奥にこもってるものっていう、勝手にそういう気持ちが発生してるから、奥さんですみたいな、そういうのも言う人もいるし、なんだろうね、その言葉の別にそれに対して変な気持ちがその人に対してこもってないんだったら、別にそんなのスルーしたっていいんだよ。もうめんどくせえんだよ、そいつらって。言葉だよ、ただの。うちの家内がって言ったら、じゃあ何、女の人は家の中にずっと閉じ込めてなきゃいけないんですか？それはれっきとした男女差別じゃないですかって、急にこの眼鏡三角形の変あのインテリババアとか急に言い出すかもしれないから、もう面倒くせえなって思いながら。 いるんだよね、めちゃくちゃいるんだよ、それ。じゃあ何て言えばいいんだよ、お前の言うように言ってやれよって言いたいぐらいの感じだわ。言ってる人がいて、それに対して聞いてる人がいて、その場で
成り立ってて、もう話も成立してるんだから、それを今のあいつが言ってることはアホすぎなんじゃないかって、こう上から言ってくるやつで、それが結局いっぱいの人に見られちゃって、でそのリプライ欄にも、何なのその司会者は、お前こそ社会人なんとかないとかいろいろ書かれてるのがすごい嫌でさ、結局それカメッチのことで、だからこれカメッチのことなんじゃないのって、僕はそのリプライ欄に飛ばしたの。そしたらカメッチ TV のことではありませんみたいなね返事があって、でもねこれ絶対カメッチ TV なんだよでその後 DM が来たんだよその人から。あ、僕はだそれに対して、これって僕と押し切り連絡が出たカメッチ TV じゃないですか、だとしたら会話の流れからも何の悪意もなく、会社勤めの人という意味で社会人と使ったのは明らかだったし、現に当事者は何とも思ってないのにその一部を悪意のあるまとめ方で拡散するのもどうかなと思いましたって僕は書いたわけ。そしたらそれはカメッチ TV ではありませんって言った後に、朝方ぐらいに DM が来て、あなたは私に何がさせたいんですか、謝罪させたいんですかみたいなことをですね、あのうだうだと言ってきて、いや僕はじゃあそのまあそれも見せてもなんだけど、あのバーって書いてくるの。いや違いますよって、だから僕はじゃあカメチ TV じゃないっていうのだったら何なのか誰にも言わないんで教えてください、内緒にしておきますんで、そうすればまあ なんとなく納得いくじゃん。でもカメチ TV の中で、ま、間違いなくカメッチはあの社会人経験はないのかなって言ってるから、結局カメッチ TV じゃないとしてもカメッチにもその君の意見は当てはまるから、別にそれがどうなのかどっちなのかっていうのは関係ないんだけどね。せめてね、いきなりツイートするのであればダイレクトメッセージとかで確認してほしかったですとか言って、僕はまあさすがにねそれじゃ信じられないので、念のためどの動画の発言について言われたものなのか教えてください、全部ぼかしてんので、このでリプライ欄にもこれじゃあ何のこと言ってるのっていうさリプライつくじゃん。したらそうこれを明らかにしてしまうと炎上してしまうので、それは私の本意ではないので言いませんみたいなことをバーって書いて、そういうこと言うからさ、だって僕がもともと何で知ったかっていうと、カメッチ TV のこと言ってんだろうって、そういうなんか教えてもらって知ってんだからね。つまりだから結局カメチ TV しか、しかもバーッと見た限りだと他に候補の動画がどこにも出てないんだよ。カメチ TV しか出てないってことは結局カメチ TV じゃねえかよそれっていう。で、なんで私が証明しなければ違うっていうことを証明しなければいけないのですかって、勝手にそちらから俺のことだろうと噛みつかれて謝罪しろってさすがにどうなんですかって怒ってんの。でも謝罪しろなんて一言も言ってないんだよ。どの動画ですかって聞いたんだよ。で、じゃあどの動画かとりあえず教えてくださいって言ったら、私はぴょこたんさんのことが信じられないので教えられませんってだからこれじゃあ誰か探してみて、他にじゃあ動画あんのこれ、最初から炎上動画を作りたいんじゃないですか、ネタ探ししてるのがバレバレですよ、うん、だからいや、もしかしてあなた最初から炎上ツイートを作りたいんですね、ネタ探ししてるのバレバレですよって同じことを返して、でまあ何でも好きにしてくださいって言われたんでありがとうございましたって言ったら、その後にこの人は全部を追消しして全部追消しして、でしまいには僕のことをブロックして終わりですそういう逃げ方しないでよ。まあね、急に自分のねツイートがバズって5万閲になっていっぱいリプライとかつけてたんだと思うけど、それが、まあ、当事者に耳に入っちゃって、でこうやってちょっとつっつかれて、でまあこれ持って帰ってる、めちゃくちゃ持って帰ってるってことがバレちゃったからいや知らないよ、うん、でもまあ間違いなくこれカメチ TV なんだよね。こんないいタイミングである、うん、で僕をねブロックして終わりで、おっぱいさんねありがとうございました。なんなのかね本当に、あんまりだからそのネット弁慶になっちゃうとね、カメッチはアホって言わないでほしいよね、うん、僕の仲間だからカメッチは。まあカメッチもいろいろ多分敵が多い人なんで、知らんけど敵が多い人だから、そうやって言いたくなる貧乏人のねクズの気持ちも分かりますけど、まあ自分の言葉にはちゃんと責任を持ってさ、言ってしまった、その抜いてしまった刀はさ最後までちゃんとやっていかないといけないよね。僕はカメッチ TV のあの動画に対してもめちゃくちゃ面白い編集してもらったし、全然あれが楽しいと思ってるし、自分自身が僕社会人経験ないよねって言われても何にも思わないからね、あないですよっていうだけだからやっぱり言葉のニュアンスだったりっていうのは時代によってどんどん変わっていくわけだからさ、ほんとそういう細かいところあるんだよな、うん、細かいところになんかその意味に対して突っ込んでくるやつとかさ、
いや今の確信犯だよねって言ったらさ、いや確信犯っていうのはそういう使い方は実は誤用でとか言うやついるじゃん。でももう誤用がこう繋がってきちゃったら、そっちが本当の言葉になっちゃうから、それ言わなくていいんだよってやつあるでしょ。